きさの比較で大体こんな感じですね。こっちがね約1センチ大きいんですよ、ピクシス版ハイゼットカーゴのタイヤなんですけど、これ貨物車なんでね、14580-12 インチです。で、軽のね、乗用のやつだとね、6号タイヤとか入ってるんですけど、これは商用タイヤなんで、145-12なんですね。なので、ホイールが小さくて、これはこれでね、可愛いんですけど、ここのね、ここのめちゃくちゃ分厚いんですよ。これがね、嫌でね、今回アルミホイールでインチアップしてね、買おうと思ってました。で、これはね、アルミは、もともとは鉄ホイールなんですけど、これ、買った時にディーラーでサービスで使ってもらったホイールです。これね、インチアップすると車検は通らないんですよ。だから厳密に言うとこれ違反なんですけど、まあそれで咎められるっていうこともね、ないという話です。ただ僕の場合ね、これ登録月が2月なんで、車検の時ってまだスタッドレスタイヤ履いてるんですよね。だから車検の方はね、わざわざ履き替えて出すっていう手間も省けるかと思います。で、この標準のタイヤをインチアップさせようと思ったら、外径をね、できるだけ同じものにしなくちゃいけないんですけど、これ見るとね、扁平率の低いやつからいくと、この165/40-16インチですね。これがね、メーターの誤差 0.3% なんですよ。で、タイヤの外径がプラス2ミリ。これはね、標準と同じ外径に近いですね。あとね、これはほぼぴったりですね。165/55R14。これでプラス1ミリですね。もし同じだったらこの2つの選択になるんですけど、まあ多少の誤差はね、あってもまあ大丈夫だっていう話なんで、このね、さすがにこれはね、ちょっとやりすぎなんですよ。画像見るとね、かっこいいんですけどね。かっこいいんですけど、まあ、所詮馬競馬なんで、この扁平率はね、ちょっとやりすぎかなって思ったんですね。それで、まあ、せいぜいいいところ165/50-15ですね。これだとね、プラス10ミリなんですよ。1センチなんですね。外径の誤差が。なので、40キロの時のメーターの表示が 40.7 キロになりますよと。で、メーター誤差は 1.8 ですね。まあ、ここら辺がね、だいたいちょうどいいかなっていう感じだと思うんですね。で、今ネットでね、タイヤとホイール注文できるんですよ。これ、富士コープレンションのやつなんですけど、これでね、注文したんですね。で、買ったやつがね、まずこれ、いろんなホイール選べるんですよ。で、これ、タイヤとセットで34,000円。例えばこのホイールであれば、タイヤとセットで34,000円から。ってなってるんですね。まずインチサイズ選びますね。15インチ、スポーク好きなんでスポークにしてワンピースと。これで絞り込んでいくんですね。で、これやるとね、いろんなハイゼットカーゴフィクシス版に合うやつが全部出てくるんですよ。これあらかじめもうハイゼットカーゴで指定してありますんで、これにつくタイヤっていうことで全部表示されてます。もう購入はさっきしたんですけど、購入したのがこれですね。この10本スポークの、まあ今ついてるやつにかなり似てるんですけど、割ともうシンプルで、スポークが好きなんでね、この10本スポークのやつ選びました。で、これ選んで、タイヤとホイールセットね、43,800円からなんですね、税込み。で、ここでタイヤ選ぶと。で、これ15インチで指定されてますんで、これに合うタイヤがダーッと出てくるんですよ。で、一応国産のね、タイヤがやっぱりいいので、横浜タイヤの一番安いやつ、これにしました。で、これ選ぶとね、ホイールセットで、52,500円ということですね。あとね、これさっきは16インチの165/40-16インチってやつも見たんですけど、ちょっとね、やっぱり高くなるんですよ。っていうのが、国産のタイヤにすると7万円ぐらいかな、になるので、で、タイヤサイズが165/50-15で、ホイールが15インチの 4.5J ですね。で、これの組み合わせで店舗受け取りもできるし、あと自宅にもね、これ送られてくるみたいなんですね。で、これで購入しました。なので、今12インチですから、13、14、15で3つインチアップするような形ですね。さすがにね、これ16インチになると4つインチアップなんで、ちょっとやりすぎなんでね。一応これにしておきました。はい、今日はですね、先週頼んでおいたハイゼットカーゴフィクシス版用のですね、タイヤホイールセットが入荷したっていう連絡があったんで、今から取りに行くんですよ。まあ、取りに行くって言ってもね、つけてもらうんですけど、インチアップこれ今回したんですけど、イエローハットでも確認済みなんですけど、最終的にタイヤがインチアップしたことによって干渉したりですね、そういうのは一切責任を負いませんと、自己責任ですっていう話で、イエローハットでその時ね、そういう風に言われたんでやめたんですけど、今回買ったのね、富士コーポレーションなんですよ。で、富士コーポレーションでも同じようなことを言ってて、一応ね、つけてはもらえるんですね、バランスとか取って。イエローハットはね、そういうインチアップの場合っていうか、これは軽版なんで厳密に言うと違反じゃないですか。で、そういう
作業はできませんと。取り寄せはね、できるんですけど、取り付けはできませんっていうことで、取り付けも自分でやってくださいっていう話だったんですね。だから、販売はしたくないみたいなのがちょっと、見えだったんで、そこはね、もう遠慮して買わなかったんですけど、一応ね、富士コーポレーションの場合はネットで、ハイゼット看護とか、フィクシス版とか入力して、で、15インチって選ぶと、タイヤのね、サイズも自動的に出てきて、その中から選んで買うような形ですね。で、本当はね、連休明けに入荷する予定だったんですけど、電話来て、早くね、入荷したんで、今日は大丈夫ですって。で、明日から3日間なんか休みになるらしいんで、今日のうちに取り付けたいなと思って今、急いで来ました。タイヤホイールはね、ネットで注文して、自宅に届けてもらうこともできるし、あと店の方でね、どこの店舗で取り付けしますとかで選べるんですよ。ここですね、富士コーポレーション。家の近くにね、2店ほどあるんですけど、こっちがね、若干近いんで、こっちにしときました。この富士コーポレーションさんっていう会社は、タイヤホイールの専門店なんで、かっこいいホイールね、おしゃれなホイールたくさんあるんですよ。で、見たらね、あのタイヤホイールとセットで、なんか大きいホイールとタイヤなんですけどね、65万とかね、なんかピッカピカのすごいのがありましたね。で、ここ最近ね、トレンドとしては黒いホイール多くなりましたね。なんか店にディスプレイしてあったやつ見るとね、こんなの、艶消しのやつもあってね、これもかっこいいですね、なかなかね。まあ僕どっちかっていうとね、アルミホイールは普通のアルミ色のやつがね、好きなんですけど、これはこれでね、なんかやっぱかっこいいですね、この辺ね、黒いやつ。あと BBS のね、ホイールもこれかっこいいですよね。なんか、すごい洗いやすいですね、こんなのね。細いんで。ただ強度がこれ大丈夫なのかなと思いますね。こんな細くてね。っていう余計な心配をして見てきたんですけど、これのね、この黒いのもかっこいいですよ、これね。艶消し。昔、車の純正のホイールってあんまりかっこいいのなかったんですけど、今ね、クラウンとか結構かっこいいなりますよね。こういったメッキのやつとかね。割とおしゃれなのが、純正ホイールも多くなってます。あと今回ね、タイヤ、僕履いたのは16号の50の扁平率なんですけど、大きい車ってね、タイヤ太いやつあるじゃないですか。あれだとね、50だとそんなに薄くないんですよね。だからこういう大きい車って、タイヤのサイドを薄くするんだったら、35とかね、30とかの扁平率じゃないとね、あんまり薄く感じないんですよ。これ245だとかだとね、50でもそんなにね、薄く感じないんで。まあ、50だから薄いですね、横ね。45だともっと薄くなるんですけど、これ。大きさの比較で大体こんな感じですね。こっちがね、約1センチ大きいんですよ。一応今乗った感じでは干渉はなかったんですけど、まあ本当ね、ここの幅が倍ぐらいあるんで薄くなりました。これ165でタイヤ2センチ太くなってるんで、結構横はギリギリですね。はい、今日はね、以前から購入考えていたタイヤホイールのインチアップのレポートでした。以上です。